もいもいもい、アスクラフェア東京でございます。東京でよろしくお願いします、はい、さあ今日はね、皆様からいろいろねお話をいただいたんですけど、根幹治療ですね、もう保険治療の最後の砦と言われてるこの治療なんですけども、ほんとガリガリして痛いだとかね、不快だとか、そうして何よりも治療期間が長いっていうところでね、離脱も多い治療であるんですけど、その一方ですごく大切な治療でもあるんですね、うん、そういったこう二面性について今日お話をしていきたいと思います。で、今日の動画を見るとですね、この根幹治療っていうのはそもそも何かっていうのが分かるようになると思います。そしてなんでこれが大切なのか、早く終わらせる方法、そこもしっかりと迫っていきたいと思います。はい、それでは最後までご覧ください。よろしくお願いします。それではまずは根幹治療とはってことなんですけど、根幹っていうのは根の管って書くんですけど、歯の根っこなんですね。なので歯の根っこっていうと皆さんお口の中で言うと見えないので、どこが根っこかってわからないと思うんですけど、歯には頭があって、こう根っこがこのように骨の中に入ってるんですよ。結構長いんですね。長いですよね。この中を治療しちゃおうってことなんですね。そうなんです。なのでここの中の赤い線とか青い線があるところが根幹、根の管っていうところなんですけど、そこを治療するっていうところなんですよ。ちなみにこの根幹の中には何が入ってるんですか？この根幹の中には血管とか神経が入ってるんですよ。おー、顎の骨の中から入ってくるんですけど、歯に栄養を行き渡らせて大事な役割があるんですね。じゃあ神経の治療とかって言われることがあるんですけど、それは神経だけじゃなくて血管とかっていうのも中には入ってるってことなんですね。そうなんですよ。そこ全体がこのように虫歯が進行してしまうと感染して悪くなってしまうので、うん、虫歯だけを取ってもこの神経も細菌が繁殖してる空間になってしまいますから、そこをしっかりお掃除するっていうのが根幹治療ですね。なのでここの神経の中の管、お部屋も治療してあげないと、虫歯がどん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 顎の骨の中まで進行してしまうので、そこの治療を根幹治療って言います。これ虫歯って普通はほら外側からちょっとずつ虫歯になるのに、こんなバイ菌がブワーッと内側から広がったらどうやって治療するんですか？内側から広がると、このもちろん虫歯を取らないといけないんですよ。ここが最大の最近の温床なんで、起爆みたいなね、爆心地みたいな。これを取るのはもちろん大事なんですけど、ここの神経の中の管も感染してるので、細い器具を使って中の壁、根っこの中って、例えば井戸を想像していただくと、井戸の中のお水も汚れてるんですけど、井戸の石の壁も汚れてるんです。おー、結構大変だな。なのでお水を抜く作業をしつつ、石の壁の拭き掃除もしないといけないみたいなのが根幹治療なので時間かかっちゃうんです。で、皆さん1本だけだと思いがちなんですけど、奥歯って根っこが3本とか4本あったりするんですよ。4本もあるんですか？単純に前歯の4倍とかかかるんです、時間が。そこの治療時間もやっぱりね、デメリットになってしまいますよね。実際のね、治療の流れとかっていうのをドクターリンに聞いてみたいなと思うんですけ ど、はい、どまず先ほどもお話があったんですけど、そもそももう細菌感染なんですね、うん、虫歯と根っこの病気は細菌を取り除かないと治らないんです。なるほど、なるほど。先ほどもお話あったんですけど、まずここ爆心地、この爆心地のところが一番細菌が多いって言われてます。中よりも入り口が多い、入り口が一番多い、うん、なのでここをちゃんと取らないと、中をいくら綺麗にしてもここからどんどん細菌が入っていっちゃうので意味ないんですよ。なのでまずは爆心地をきれいに取る、まず虫歯をしっかり取ってあげる、なるほど、っていうのが一つ目のステップです。でその後に、そうすると今度この感染した汚染された神経が見えてくるので、汚染された神経をしっかり取ってあげます。なるほど。でもちろんこの根っこの中のところ、先ほど言った細い、まあヤスリのような器具なんですけど、そういったものでかき出してあげて、この根っこのこの井戸の側壁ですね、うん、横の壁もしっかり取ってあげます。で、まあ、汚染された神経を細いファイルのようなリーマーっていう器具で取っていくんですが、うん、こう見ていただくと分かる、ちょっとくねって曲がってたりするんですよね。でこうガタガタガタってしてるところがあるんです、はい、なので器具がどうしても当たりきらないところの汚れとかが出てくるんですね、うん、そういったところはお薬、根幹調薬とか洗浄とか出たりするんですけど、お薬で中の感染を取ってあげるっていうのも重要なステップになります。最終的に中がしっかりきれいになったら、ここもうスカスカのままだと、もうここに今後土台を立ててかぶせ物とかってをしていくと思うんですけど、スカスカだと例えばその隙間から汚れが入ったらもういきなりここまでいっちゃうんです。なのでそうならないように、ここをしっかり最終的なお薬で詰めてあげる、感染が進みにくいような仕組みを取ってあげるっていうのが今回治療の最終的な流れになります。
でも爆心地の治療をして井戸の中も掃除するじゃないですか。でも治療の時に周りから唾液が入っちゃったりするとまた根っこの中汚れちゃったりはしないですか？します。その唾液の中にもやっぱり細菌っていうのがあるので、はいはいはい、特に舌の奥歯なんか治療する時に汚れ入ってるところをきれいにして入ってきれいにしてみたいな、もういたちごっこなんですよね、うん、なので基本的に私たちは根管治療の時はラバーダムっていうものを使用し、以前ラバーダムの動画を投稿させていただいたんですけど、ここの話がやっぱりキーになってくるので、そのために我々はラバーダムをしっかり使う、うん、ちなみにうちは 100% ラバーダムできないケースももちろんあると思うので 100% とは言えないですけど、もうラバーダムはもう根管治療する上でもう必要最低限だというふうに考えております、はい、流れはそれぐらいです。根っこの先が黒いよとかって言われる、ね、はい、患者さんとかもいろいろいると思うんですけど、もちろん感染が進んでいくと根っこの先で炎症を起こすので、はいはいはい、この周りの骨が溶けちゃったりするんですね。ただ基本的には器具はこの歯の中だけをきれいにします。外まではきれいにしないですね。外までは触らないです。なるほど。今ある歯の状態をできるだけ壊したくないので、うん、そこまでをきれいにしてあげて、汚れがこの根っこの先までいかないようにしっかりお薬を詰めてあげると、ここは時間をかけてご自身の免疫で治ってくるって言われてる、うん、そして最後皆さん気になる費用と期間についてお話をしていきたいと思います、はい、まずじゃあ期間についてやっていきたいと思います。で基本的に根っこの治療ってのは1日でおります。1日、うん、でもね費用的なところとかもあるし、うん、やっぱりアポイント的なところとかもあって、まあ1日でおられない環境とかってのもやっぱりどうしても往々にしてある、まあ、ほぼ全てそういう環境じゃないかなというふうに思うんですね、うん、っていうのは日本の健康保険を使ってやるともう本当にね、根管治療って1回40点400点とかそんな感じなんですよね。でそれでラバーダムをしてとかマイクロスコープを使ってとかってやると、なかなか例えば1時間半とか時間を取るっていうのは難しくなってしまいます、うん、結果ここまでやってまたラバーダムやって、でここから先はまたラバーダムやってとか、本当に牛歩というか一歩ずつちょっとずつしか進んでいかないんですけど、例えばその枠組みを超えて一気にやってあげようとかっていう時間を取れる場合は、基本的に我々は1日で終わらすってことを目標にしてます。っていうのはお口の中からバイ菌が入ってくるリスクとかっていうのも結構あるわけなので、できるだけ最終的な治療っていうのを我々はできるだけ早く行いたいんですよね、うん、なので期間としては基本的には1日です。できない場合はかける、ただやっぱりいろいろ経済的な不合理性とかでできなくて結果何日かに分けてやってるっていうような現実があります。すなわち期間に関してはシチュエーションによって大きく変わってくる。1日からなんなら1年ぐらいかけてやってるっていう話も聞かない話ではないです。ですのですごくこう環境によって変わってくるよっていうことでございます、はい、そして費用なんですけど、健康保険でやったらそれこそ1本でね5000円から1万円ぐらいで、ね、できることもあると思いますね。1割負担の方であればもう本当に3000円で終わるかなっていうふうに思います、うん、でも高いね、例えば根っこの治療の専門先生って言ったらですね、簡単な治療でも10万円からで、まあ、高いと20万円30万円ってかかることもザラでございます。結果インプラントより高くなってしまう可能性もある。ですので根っこの治療っていうのも非常に幅があるよっていうことなんですね、はい、患者様が本当に求めてるところってどこかっていうと、美しくて痛くなくて症状がなくて、そして長くボツ歯が欲しいと思うんですよ、うん、それをやるためにはこの治療だけではやっぱり難しいんですね。歯周病の治療、白衣の治療全部必要なんですよ。歯のポジションとかも治療しなきゃいけない、まあ、まとめると本当にこの1本の歯に真面目にどれだけ関わってくれるか、例えばマイクロスコープ使ってるよって、ラバーダムね、これ全然保険治療でもお金もらえません、でもちゃんと毎回やってくれる先生だとか、そういった先生をきちんと選んでやってくれるのがいいんじゃないかなって、まあ私の個人的な意見ですけどね、私だったらそういう風に思います、はい、もし、ね、いいねと思ったらいいねとコメントお願いします。お願いします、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。